加藤さんが一回4日間ぐらい配信なくて、毎日一人ずつ別々の身の回りの世話させた女と大喧嘩して全員を家を追い出した後、時が来たら全貌を話すって言ってたけど、あれは結局何だったんですか？マジでこれ嘘だよ。フィクションだけど、一回、俺の家で女がバッティングしたことあって、めちゃくちゃ責められて、もう逆切れして、てめえ、こんなじゃあって。そんなに俺の、俺と付き合いてんだったら、おめえら殴り合って一番強いやつが付き合うわ、つって、殴り合わせようとして、それで、女が挨拶かしてみんな出てったって話でしょ。という面白い話でしょ。